ブルドーザーブルドーザー後部に立派を装着したブルドーザーブルドーザーとは土砂のかき起こしや盛り土、整地に用いる建設機械のこと。ブルドーザー、平器とも言う。トラクターの前面に可動式のブレードを装着していて進行方向に土砂を押し出す。中には後部に土砂や岩盤をかき起こす爪を装着する車両もある。現在、ブルドーザーを生産している主な会社は アメリカのキャタピラー社と日本の小松製作所であり、2社で世界市場をほぼ河川する状態となっている。外資で開発途上国では、ブルドーザーの需要は高く、先進国では低い。本来の、ブルドーザーという言葉は、強いお牛が弱いお牛を押しのける様子を表す、ものであった。サムサージェントとマイケル・アルベスによって執筆された、ブルドーザーズによれば、 1880年頃の、米国におけるブルドーズの一般的な用法は、強引に押し進めるというような意味であり、牛に対して、あらゆる種類の薬や罰を大量かつ効率的に与えることを意味する、ブルエスドーズを語源とするスラングであった。1886年にはスペルに、わずかな違いがあったもののブルドーザーが両方を意味するようになり、19世紀末頃までに、ブルドシングとは、 強引な力を使用して障害物を押しのけたり、通り抜けたりすることを意味するようになったとある。また、別の説として、ブルドーザーの出現によって、大牛が居眠りするほど役目がなくなったことから、お牛のブルと居眠りのドーズを合成させて、ブルドーザーとなったと説明されることがあるが、出典の根拠等が明確ではないことから、誤った解釈が広まったものと思われる。 誰が最初のブルドーザーを発明したのかは定かではないが、1917年には米国ラッセル社のカタログに2頭引き馬車の前面にブレードを装着したものがブルドーザーという名称で掲載されていた。1923年にアメリカ合衆国のカミングスとマクロードによってホイール型トラクターにブレードを装着したものが世に登場し、同年には ラプローンとチョアテ社からクローラー型トラクターにブレードを装着したものが登場している。本来、ブルドーザーという用語は技術的にブレードのみを指していた。しかし、様々な企業によってトラクターとブレードを組み合わせた携帯の機械がブルドーザーとして販売されるようになり、特に不整地で活躍することが多い性質からクローラー型が一般的な携帯となり、これらを ブルドーザーと呼称することが一般化していったと考えられる。なお、現在では、ホイールを用いたものを、ホイールドーザー、クローラーを用いたものを、ブルドーザーとして分類している。日本におけるブルドーザーは、戦前から京都帝国大学で研究されていたが、ほとんど研究は進まなかった。国内における、最初の実用的な使用は、鉄道省。 信濃川発電所の内戦住発電所関連の工事であり、1940年頃から使用された。現地責任者であった国鉄技師の三好新八は、米国キャタピラー社から何台かのブルドーザーを輸入して、工事に使用した。当時、日本と米国は緊張状態にあったが、米軍に正式採用されたモデル以外は輸入可能であった。最初の運転は、 三好本人が行い、マニュアルに記載の手順通りを行ったところ、一発でエンジンがかかったことが印象的であったとのことである。また、太平洋戦争突入以降、軍から技術者が派遣され、本輸入機のスケッチが行われたこともあった。太平洋戦争初期の1941年12月23日に、大日本帝国海軍が、 米軍拠点の a イク等を占領した際、日本軍側は、米軍捕虜に200から300人の労働力提供を申し入れたが何を行うのかと聞かれ、飛行場の修理だと伝えると、それなら10人程度で大丈夫だと答え、米軍から旅客して何に使うものか検討がつかなかった。ブルドーザー1両を米軍工兵隊員が動かして、実際にそれをやってのけた。 当時機動部隊の参謀長であった草加龍之助によれば、国産のブルドーザーはパワーもなく、しかも無理をすると履帯が切れてしまうような代物であり、詳しいことはわからないが、とにかく比較にならない性能差があり、これでは戦争も難儀であろうという感想を抱いたという。また、これまで人力で言ってきた土木工事を短時間で大量に行ってしまうブルドーザーを見て、 海軍の関係者は、これほど技術と作業速度に差があるなら、日本はアメリカとの戦争に負けるだろうと悟ったと言われている。このブルドーザーは後に、小松製作所に送られて国産化のための研究が行われ、開発期間を短縮するためすでに存在していた G40 型ガソリン牽引車に油圧ドーザーブレードを追加したものが、小松一式人と動機として1943年に、 海軍設営隊に採用され、約150台が生産された。小松一式ひとし時は、小松テクノセンターに1台が保存されており、日本機械学会の認定機械遺産となっている。なお、陸軍は、下方牽引車にドーザーをつけた、トイ車を同年に採用し、終戦までに80台が生産された。また、終戦後の復興に際し、GHQ の指示で、 急に本軍戦車を改造した即席のブルドーザーも製造され復興作業に従事活躍した。現在製造している会社は以下の通り、過去に製造していた会社は以下の通り、などブルドーザーは軍用でも用いられる。陣地や残壕の造営といった任務だけでなく、敵の築造した残壕やバリケードといった障害の排除にブルドーザーが有効であるため、 イスラエル国防軍は、米国キャタピラー社のタイプ D 級のキャビンエンジン、その他を走行し、機関銃、発煙弾投射機、敵弾発射機などを取り付けたものを多数保有し、新規のユダヤ人入植地など、紛争地帯で敵対勢力の立てこもる家屋を壊す一種の兵器として使用している。2003年には、ガザ地区で抗議活動を行っていた。 米国人女性レイチェル・コリーが同社に引かれて死亡する事件が起こっており、このため、米国内では D 級のイスラエル向け輸出に対する反対運動が起きている。D 級走行ブルドーザーのように民生品を改造したブルドーザーがある一方で、最初から軍用として開発されたブルドーザーもある。一般的に、 ブルドーザーの最高速度は遅いが、アメリカ軍の MQACE は、戦車と同等の速度と、航続距離を持ち、最前線に進出して、残豪を、兵士ごと埋める戦法を行った。陸上自衛隊が保有する75式銅座は、砲煙弾宇の中で、作業できるように断片や、小銃弾に対する装甲が施されている。また、ブルドーザーを保有せずとも、公平車両や、 戦車などの装甲戦闘車両にドーザーブレードを装備して、聖地や残骸掘り、バリケード破壊などに用いられることも多い。このほかイラン・イラク戦争における、第5次、バル・ファジュル作戦では、イラン側が、日本製ブルドーザーを投入、ドーザーブレードで銃弾から不評を守る盾となった。ブルドーザーの建設現場における活用法について、 順序立てて解説するための短編映画が2本制作されている。いずれも建設技術教育映画制作委員会の企画の元に作られた建設技術教育シリーズの一作品としてラインナップされている。日本とも日本報道映画社が制作に当たったが、制作に際し、建設省の監修を受けているほか、建設広報協議会や全国、 工業高等学校長協会などからの講演を、そして小松製作所からの協賛を、それぞれ得ている。現在は日本とも、科学映像館のウェブサイト上において、無料公開されている。ありがとうございます。